真昼岳の登山口へやってきました。登山口から林道を少し走って奥まで進むことも可能です。鳥居を抜けて凸凹道を車で走り、突き当たりにある登山口、こちらへやってきました。ここから歩き始めたいと思います。5キロ、2時間40分千畑登山会の方の看板。このコースは何度もこう登山を繰り返していくコースとなります。気をつけて渡っていきます。釣り船草がたくさん咲いています。川沿いに綺麗に咲いてます。黄色い釣り船草、キツリフネ咲いてます。約20分ほど沢沿いを登ってきたら、こちらが最後の水場、水を汲むことができる場所があります。最後の水場から少し歩くと、斜面が急になり、左側の斜面を登っていって沢筋から離れていきます。この辺りはまだ杉の木が目立ちます。標高が上がるとこの杉の木がなくなってくるようです。少し勾配が緩くなるにつれ、少しずつブナの木が増えてきました。約40分ほどで石台までやってきました。もやーっと霧がかかって、すごく幻想的な美しいブナの森です。少し山足が強くなってきました。ブナの林の中はそれほど雨が落ちてくる感じはないんですけど、なんか雨音が気持ちいいです。さすがにこれは毒キノコやろな。宇東口との分岐、大浅沢分岐までやってきました。さすがに雨具着よっかな。登り始めてから1時間ほどですかね、綺麗なブナの林に入ってきました。比較的細めのブナですが綺麗です。特に雨の日は綺麗だな。なんか最初の見晴らしポイントにやってまいりましたが、残念ながら霧の中です。ブナの原生林までやってきました。水が滴って綺麗だな。三つ葉だけど四つ葉ヒヨドリかと思われます。こっちはちゃんと四つ葉です。出発から1時間20分ぐらいでしょうかね、痩せ鶴を通過中です。小金菊、美山秋の麒麟草が咲いてます。峰越口からのコースと、ぶつかる稜線手前で一気に急登が続きます。さすがに疲れてきた。登り始めて1時間40分ほどで赤倉口の分岐までやってきました。稜線に出たので風が気持ちいいです。頂上へは笹をこう刈り取ってくれた刈り払いした道を進んでいきますが、秋になると結構草丈が高くなって歩きにくいですね。最後の稜線は日当たりがいいからか、結構いろんな高山植物が咲いているように見えます。これ生えてたらすごいゆっくりと綺麗に見えるんだろうな。
四つ葉ひよどりの花がしっかりと開いておりました。美山秋のキリンソウ稜線では花がきれいに咲いておりました。雨が降っている方が花はみずみずしくてきれいな気がします。晴れていればこの辺から頂上がはっきりと見えてくるような気がしますが、なんとなく見えてきましたね。そして本当ならば横手盆地きれいに見えるはずです。風呂草の花が咲いてました。水滴がついてすごく綺麗です。林道のお花閉じちゃってますが、今度開いたところ見に行きたいです。頂上直下で奇跡的に少し霧が晴れて岩手県側の山が見えました。そして正面、頂上の神社の奥宮が見えてます。これは蝦夷塩釜かな。頂上のところまでやってきましたら横手盆地が奇跡的に見えました。あーすごい。真昼岳山頂到着です。頑張りました。登り約2時間ほどで登ってまいりました。帰りはもう少し早く降りれると思いますが、安全にゆっくりと降りていきたいと思います。よーし行くぞー。大絶景を見ながら稜線沿いを歩いております。ちょっと草で足元が見にくいので、気をつけながら歩いていきたいと思います。特に下りは要注意です。かっこいいなこの風景。ゴマナの花を見つけました。登るときは全然気づかなかった。赤倉口分岐を、降りていきます。あ、雨が止んでくれてよかったです。心地よい風に吹かれながら足元気をつけて降りていきます。木の根っこがたくさんあるのでちょっと気をつけながら行きたいと思います。森に入ってきたらまた雨が降ってきました。森に入ってきてからでよかった。めっちゃでっかいカエルがいました。あー行っちゃった再び美しいブナの森の中に入ってきました。蛇行草かなこれ。行くときは気づかなかった。稜線から30分ほどで真昼のブナの原生林のところにやってきました。水が滴っていい感じになってます。これ食べれへんかな。美味しいけどな。稜線から約45分ぐらい降りて石台までやってきました。今日はちょっとスタートが遅くて映像ではちょっと明るく映ってるんですけど、今4時すごく暗くなってきました。やはりこう天気が悪いと薄暗くなるので早めの行動した方が良かったです。分岐から約1時間ほどで、最後の水場のところまで降りてきました。それにしても水が綺麗だな。雨降ったらね、濁りそうなものがすごい綺麗です。帰りも何箇所か図書をしながら入っております。最後にこの神社がありました。約3時間半ほどで
真昼岳赤倉登山口の往復、行ってきました。ちょっと雨で大変なこともありましたが、いろいろ楽しいハイキングでした。また来たいと思います。